アレクサンダー・マイケル・ロッシは、イタリア系アメリカ人のレーシングドライバー。マスメディアによっては、アレクサンダー・ロッシと表記する場合もある。2016年、インディアナポリス500マイルレース優勝。アメリカ・カリフォルニア州オーバーンで生まれる。2005年、イクフの 100cc ヤマハクラスにおいて、グランドナショナルチャンピオンとなる。同時期に、スキップ・バーバーレーシングスクールで腕を磨く。 2006年には同行の全米選手権で総合3位となる。西部地区の選手権ではタイトルを獲得する。2007年、フォーミュラ BMW のアメリカシリーズに参戦。チームアペックスレーシングから出走し、3度の優勝をする活躍を見せ総合3位となる。2008年はユーロインターナショナルへ移籍する。この年は前年以上の活躍を見せ、 15戦中10回の優勝を飾り全米チャンピオンとなる。12月に行われる各シリーズのチャンピオンを集めてのワールドシリーズに出場。見事に優勝を果たし2008年度のフォーミュラ BMW 世界チャンピオンに輝く。その後、ヨーロッパチャンピオンのエステバン・グティエレスと共に、会一のテストドライブをする機会が与えられた。2009年からは活動の場をヨーロッパに移す。 ハイテックレーシングからインターナショナルフォーミュラマスターに参戦した。第3戦からは ISR レーシングへ移籍してシーズンを戦った。ルーキーイヤーながらも3つのレースで勝利を収め総合4位という好成績でシーズンを終えた。2010年アートグランプリより GP3 に参戦。チームメイトはエステバングティエレスとペドロ・ヌネス。シーズンを通して 上位争いに絡むレースを繰り広げ、二度の優勝を含む総合4位となる。グティエレスは、この年の GP3 タイトルを獲得した。GP3 のシーズン終了後、ロッシシは、フォーミュラルの3.5へ参戦する。イタリア海産チャンピオンで、ブラジル人ドライバーのシーザー・ラモスと共に、フォーテック・モータースポーツから出走した。シーズンを通して2勝上げ、ロバート・ウィケンズ。 ジャンエリック・ベルニューに次ぐ総合3位という好成績で初年度を終える。翌年はアーデン・ケータハムに移籍する。レッドブルから支援を受けているルイス・ウィリアムソンとタックを組んで参戦した。表彰台圏内でのフィニッシュは3位の1回のみと苦戦し、総合順位も11位に交代した。2011年ワールドシリーズバイルの第5戦、ニュルブルクリンクで走行中のロッシュ。 ロッシの GP にシリーズ初参戦は2009年から2010年の GP にアジアシリーズへの出場が始まりである。開幕戦はオーシャンレーシングテクノロジーから第2戦以降はチームメリタスへ移籍し出走した。開幕戦の第1レースでは予選13位からスタートし周回数を重ねるごとに順位を上げ表彰台まであと一歩と迫る4位でフィニッシュする走りを見せた。 シーズンを通し入賞4回の総合9位で終える。本戦への出場は2013年が初となる。e e q 8ータハムレーシングで、レギュラードライバーだったマーチンホアに代わり、第2戦バーレーンからデビューし、いきなり第1レースで3位表彰台を獲得する。最終戦、ヤスマリーナの第1レースでは、アメリカ人、ドライバー初の優勝を達成した。 シリーズ順位は9位。2014年はシーズン中盤である第5戦シルバーストーン終了後にカンポスレーシングのレギュラードライバーである佐藤清也とトレード移籍した。しかし移籍後2戦で離脱したため年間では21位と成績を落とした。2015年にはレーシングエンジニアリングへ移籍する。チームメートは2013年のイギリス解散。 チャンピオンであるジョーダン・キング。3年目のシーズンで開花し、ストフェル・バンドーンに続く年間2位に入り、アメリカ人 GP に最多勝利記録となる参照をマーク。スコット・スピードに次ぐ2人目の GP にシリーズに参戦したアメリカ人ドライバー。前日の通り、スピードのそれを上回り GP にでは多くのアメリカ人記録を保持している。ロッシュは、 ホセ・マリア・ロペスト・ジョナサン・サマートンと共に2010年に新規参戦する予定であった USF-1 チームのドライバー候補の一人であった。チームが参戦を断念する前にはテストドライバーとしての契約もしていた。2009年のシーズン終了後、ヘレス・サーキットにおいて、会一の若手ドライバーのテストとして2009年型である BMW ・ザウバー会1.09に乗り、 テストドライブを行っている。これは2008年にフォーミュラ BMW のワールドタイトルを獲得したためである。このテストで発行された FIA のスーパーライセンスを所持する現在唯一のアメリカ人がロッシュである。ケータハム在籍期2012年3月9日、リザーブドライバーであるギドバンデルガルデに続きケータハム会一チームにテストドライバーとして契約したことを発表する。 2012年第5戦スペイン GP の金曜、フリー走行において、平気小払い年のシャシーに乗り、セッション初走行を行った。海一へのアメリカ人の出場は2007年第10戦、ヨーロッパ GP に出走していた、スコットスピード以来5年ぶりのことであった。2014年7月16日、ロッシシは、ケートハム海一チームから離脱したことを発表する。これに先立つ。 同月の初めには、チーム代表であるトニー・フェルナンデスがスイスと中東の投資家へケータハムチームを売却したことを発表していた。7月24日、ロッシュはマルシャ海一チームと新たに契約を結び、残りのシーズンのリザーブドライバーとして加入すると発表した。マノーマルシャ在籍期2015年は前述の通り GP2 シリーズに参戦しているが、 第13戦シンガポール GP からマノーマル社会一チームのロベルトメリに代わり、レースドライバーに起用された。チャンピオン争いをしている GP2 の参戦を優先するため、残り7戦のうち GP2 の閉鎖がない5戦に参戦する。その他の2戦はメリが出走することになった。2007年ヨーロッパ GP のスピード以来、実に8年ぶりとなるアメリカ人。 1> 第1ドライバーとなる。参戦した5レースでは、同僚のウィル・スティーブンスに対し4勝を1敗とリードし、また母国開催のアメリカ GP では、メリット並ぶ決勝でのチーム最高成績である12位を記録するなどを活躍を見せる。2016年は、マノーのレギュラー争いに敗れ、リザーブドライバーとして契約をしながら、インディカーに参戦。 アンドレッティオートスポーツとブライアンハートオートスポーツのジョイントチームからレギュラー参戦することになった。インディ500では終盤燃料を保たせ最後のピットインから36周を走るギャンブルに打ち勝ち2001年のエリオ・カストロ・ネベス以来となるルーキーでの勝利を挙げた。インディカーシリーズインディ 500FIA 世界耐久選手権ルマン24時間レースウェザーテックスポーツカー選手権 デートな24時間レース、ありがとうございます。